大北墓の図より。大北墓は、沖縄県国上郡なき神村運転にある、北山菅主を代々務めてきた琉球王族、串川御殿の墓である。墓様式は、掘り込み墓で18世紀後半に建造された、なき神村指定文化財。串川御殿は、和代少正々位、なき神おじあさ以来、七世。 朝さちまで代々北山監視を務めてきた御殿である。首里に引き上げるまで、歴代当主は、泣き神城に居住し、その墓は初め泣き神城下の親川の東方、俗に、移り玉碑という場所にあり、玉を墓と呼ばれていた。しかし、この墓の天井が崩壊したために、1761年、新たに運転に大きた墓を建造して、遺骨を移送した。墓様式は、 掘り込みばかで新型に向いて作られている。墓室の前には一章で囲まれた墓庭がある。墓室は墓庭よりやや高い位置に岸壁を掘削して設けられており、墓庭から墓室へは石段で上がるようになっている。墓室正面左右からは袖石が古城に伸び、そのまま墓庭を囲む一章へとつながっている。墓室内部は沖縄県国上郡色彩の図によれば、 方形をなし正面奥に、さらに上段の間が設けられている。図紙亀は全部で十二機で、上段に四機、下段に八機安置されている。被葬者は、厚生家府によれば、七世までの串川御殿の歴代当主ということであるが、1911年に修理した際の調査によると、実際には、下記のようにさらに多くの人物が葬られている。母室内の図紙配置。 四角は五点型、丸は亀型の寿司亀。和数頂点は、玉良、三世、朝厚氏は亡き人村井間白の谷口墓に葬られている。八世以降は家父によれば、首里末吉町の吉光墓に葬られているはずであるが、付近は沖縄戦で大きな被害を受けており、この墓が現存しているかは不明である。大北墓は、 1991年、亡き人村の文化財に指定された、沖縄県国上群衆431-432ページ参照、ありがとうございます。